北海道文教大学は北海道恵庭市黄金中央五丁目196の位置に本部を置く日本の私立大学である。1999年に設置された。大学の略称は文教大、同文教大。北海道恵庭市では唯一の私立大学である。太平洋戦争中の1942年、北海道女子栄養学校として創立された。戦後、 エ庭市は札幌市のベッドタウンとなり、エ庭駅から徒歩圏内であることもあり、札幌都市圏からの通学者も多い。校内の文教タワーからは、エ庭市を一望することができる。医学部六学科を要し、実学を重視した教育を実施している。語学、コミュニケーション、栄養、リハビリテーション、看護、保育、教育の分野において、専門的な知識と教養を兼ね備えた。 職業人を育成している。東北文教大学、文教大学、愛知文教大学、京都文教大学、広島文教女子大学とは全く関係がない。本学園の設立者である鶴岡都市は、記憶正しく大しく進めという学訓を残した。記憶とは真理を探求する名鉄な頭脳であり、正しくとは言ったことは必ず守る。 表裏のない誠実な精神を指し、大しく進めという言葉には、失敗を恐れないチャレンジ精神の商用が込められている。実学の創生、伝承の拠点として発展する大学を目指し、以下の目標を掲げている。長きにわたる、我が国の栄養使用性と食文化教育の一翼を、担ってきた家庭から、科学研究に基づく実践的学問を追求し、 また同時に関連する学問領域の真摯な研究を通して科学、教育に貢献すること。豊かな人間性を寛容するため幅広い知識を授けるとともに理論と実践にわたり深く学術の教育と研究を行い国際社会の一員として世界の平和と人類の進歩に貢献し得る人材の育成。学問の教育研究を単なる専門的知識の 集積に終わらせることなく、世界の平和と人類の進歩に役立たせる高い、見識と総合的判断力を備えた、豊かな人間性を寛容するために、充実した教養教育の確立に努める。国際的な感覚と高度な語学力を備え、異文化に対する正しい理解と協調の精神を持ち、国際社会の中で主体的に行動できる人材の育成。 学生及び教職員の国際性を関与し、国際社会の発展に寄与するために、海外留学、研修の機会を拡大するとともに、留学生、外国人研究者を積極的に受け入れ、世界の人々との文化的、社会的交流を促進する。地域社会と連携し、リカレント教育の推進を図るだけでなく、市民に開かれた大学を目指し、豊富な研究成果を提供し、 地域の要求に応える。本学の教育において、社会での研修や実習を必須とし、学生の臨時実習、インターンシップ、ボランティア並びに、産学共同事業等を積極的に推進すると、共に地域社会との連携を深め、地域の発展に貢献する。ありがとうございます。